どうも、毎日ジャズピアニスト金子です。今日はですね、いつもとちょっと違うんですけど、コードの数は一体何個あるのだろうっていうことをちょっと数えてみたいと思います。で、本当にね、使わないコードも数えるとめちゃめちゃたくさんあるので、自分が今まで弾いてて使ったことがあるコードで実用的なものだけを一応数えてみたいと思います。それで、初級だったらこれぐらいの数を覚えればいいよとか、中級者だったらこれぐらいの数を覚えればいいよっていうのも、いろいろコードの種類に応じてちょっと表を作ってみたんで、それ見ながらね、ちょっと今日ね、コード何個あるかみたいなのを見ていきたいと思います。で、実際自分こういうふうにね、表をね、バーって作ったんですよ、これ。こういう感じで。わーって作ったんですけど、これちょっとよく見ていくと、こうやって、ちょっとアップしますね。こうやってね。アップしますね。これガーってアップすると、この金子っていうやつがあるんですけど、これ金子のところと、最低限、初級、中級、上級ってありますよね。これがね、押さえ方の数なんですよ。左側の縦列に C って書いてあったら、C って押さえ方が、金子は3つ押さえてます、知ってますよって。で、最低限やりたい人は1個だけ覚えればいいですよ。初級者だったら3つ覚えておいた方がいいですね。とかいうことを書いて、これ全部 C ベースで書いてあるんで、かける他のキーとかだったりするんで、こういうふうに、キー12キー全部で覚えてるとかなんとかっていうのをこうやって書いてるんですよね。んで、僕の場合はっていう前に、まずどれぐらいコードの数があるのかっていうと、僕がね、コードのね、書き方って結構いろいろあるんですよ。で、いろいろあるんで、一概にこれだけって言えないし、もっといろんな書き方もあるし、オンコードとかは抜いてるんで、ここではこれぐらいになってるんですけど、これだけ これだけ これだけでもね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、だいたい50個くらい。50種類ぐらいこうやってあります。で、これは一般的に使われるだろうなっていう表記で書いてあるんですけど、僕が実際使ってるような押さえ方もあるので、あまり見かけないものも若干あるかもしれないですね。 C メジャー7サーティーンスはここにちょっとあるんですけど、 C メジャー7サーティーンズはね、あんまり見かけないかもしれないですね。そういう書き方、まあ、これちょっと実際僕ちょっと使ったりするのでよく弾いてるんですけど、これね、ヨドコード的に使うんですよね。押さえ方的には C ミラーみたいな感じで結構使ったりすることが結構多いんですけど、そういう感じでね、ちょっとね、こうバーって、でも後のやつはね、割とね、セオリーなものばっかしだと思います。若干ないですけど、ほとんどそうだと思います。まあ Cm7 フラット5フラット9-11フラット13がちょっと新しい、ちょっと変わってるかな。これはね、この Cm7 フラット5だとしたら、レファラのフラットドみたいなね、まあ、Cm7 フラット7なのに、D フラットメジャー7を抑えるみたいなことを結構たまにこういうのってやったりするんで、フレーズ動画でもやったりしますよね、みたいなので、ちょっと一瞬入れてるんですけど、まあ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 
で、一つの木で、バーって見ていくと、まあ、98個。だいたい100個ぐらい 100個ぐらい一つのキーで覚えてるなという感じで、これね、一応自分が使うやつやってるんですけど、ちょっと少なめに書いてるんですよ。もっとね、他の押さえ方とかあるんですよ。C ディミニッシュセブンスの方なんて、これも書き方いろいろあるんで、人によりけりなんですけど、ドミのフラットファシャープ C みたいなね、こういうような音なんですけど、この他にもね、ドミのフラット、とラのフラットシーみたいな押さえ方も結構あったりするんで、こういうね、ちょっとね、別のバリエーションはね、省いてるんですよね。ちょっとあんまりよく書かないなみたいなやつ省いてるんですよ。それでも98個あるんで、やっぱちょっとね、100個以上はね、まあ、使ってるなと、覚えてるなって感じがしますね。で、ここに書いてあるやつって、それぞれ
特殊そうなやつもあるんですけど、まあ、ほぼジャズピアニストの人はここに書いてあるやつはもう全部多分弾けると思います。ジャズピアニストの人だったら結構弾けると思います。特にコンテンポラリーみたいなのが大好きな人だったらこれ絶対弾けるんじゃないかなって感じのやつばっかしですね。なのでそんなね、これ知らないっていうのがほぼないと思います。ジャズピアニストの人だったら。でもそれでも100個ぐらいなんですよね。一つのキーに。98個。で、12キーで基本的には弾けるので、そうすると大体合計出すと、まあ、1176個ぐらいは、まあ、覚えてるんだなと。自分で。で、これね、片手の話です。片手の話。片手で押さえる時の話なんで、両手を出すと多分もっと、覚えてると思います。それで、これだけ、一個一個1000個覚えてきたわけじゃなくて、これね、ある程度の個数を覚えていくと、両手の押さえ方とかもそうなんですけど、勝手に弾けるようになっていくんですよね。そこまで覚えなくても。応用可能になっていくんですよね。で、これものの覚え方でメンタルモデルとかって言うんですけど、初めになんかコードを一個一個覚えていくときって、例えば C とか、Dm とか G7 っていうのを一個一個覚えていくじゃないですか。で、それをまず一個一個覚えていって、一個一個思い出すんですけど、学習しと、人間って学習していくときにその一個一個の特徴みたいなやつを、だんだん慣れてくると、この一個一個の特徴自体を一つの一個のものっていう風に捉えるんですよね。で、その、この特徴を捉えて一個のものにしたやつをメンタルモデルっていうものにして、その中で無意識に自由に使えたりするっていうプロセスに入っていくんですよね。で、そうすると、ここで一個一個覚えてるやつが意識せずにも それ相互に関連し合って、より複雑なものができたりするってことが結構あるんですよ。なので、1175個まで覚えて、1176個目ってやったかっていうと、やってないんですよね。なので、いくつかの特徴を学んだら、それがメンタルモデルの中に入っていって、それを一個の知識として相互に関連し合って、また知識っていうのが、新しく使えるようになっていくってことがなるので、別に1176個覚えなきゃいけないんだってことでは全然ないです。はい。全然ないです。で、少なめに見積もってますけど、そういうことではないです。はい。で、ここからなんですけど、最低限、コードを弾きたいなっていう人って何個覚えればいいか。例えば、C っていうのとドミソっていう押さえ方みたいな基本的な押さえ方ありますよね。あれだったら1パターン覚えればいいし、C マイナーっていうコードも覚えればいいし、C サス4っていうコードも覚えればいいなと。あとはこれ、C メジャー7。4番のやつも C メジャー7を1パターン覚えて、C マイナー7も1パターン。で、C セブンスも1パターン覚えて、でね、これ Cm7 フラット5も覚えた方がいいと、1パターンだけ。で、C ディミニッシュも覚えた方がいい。で、これら今のやつで8種類なんですよ。8種類。コードの種類が8種類なんですけど、この8種類のコードを、6つのキーぐらいで覚えちゃうと、大体ほとんど、どんな曲でも簡単に弾くことができますね。それでも48個ですよ。たった48個。で、48個って、1日1個覚えても1ヶ月ちょっとだし、1日2個ぐらい覚えていくと24日なんで3週間とちょっとなんですよ。これね、簡単に覚えれると思います。僕、ハノンを20番まで記憶しようって言ってやった時に、3日か4日でできたんですよね。なので、多分、48個とかって意外とそんなかからないと思うんですよね。なので、多分ね、2週間ぐらい普通にね、3つずつやっていこうかなとかっていう風にやったりすれば結構覚えてきます。それで、覚え方のおすすめは、最強のコード記憶法ってやつでも紹介してるんですけど、基本的には思い出しながら覚えていくのが一番人間のメカニズムにのっとって科学的にも証明されてる、効果的な学習方法なんで、早期練習ってやつね、検索学習とも言いますけど、みたいなやり方をぜひやるといいのかなって言います。答えを見ながらやるんじゃなくて、一回覚えて、置いといて水に思い出して弾くっていう練習ですね。これ詳しくは最強のコード記憶法ってやつで紹介しているので、ぜひ見てみてください。最低限だとね、この48個、6個のキーぐらいで覚えておくと全然いけるかなって、その難しいキーってあんま出てこないんで、6個ぐらいの簡単なキーだけ覚えておくと、半分ぐらい覚えておくと、大体ほとんど何でも弾けますよという感じですね。で、ちょっと初級者になってくると、やっぱね、3和音の C みたいなやつは全部で押さえた方がすごく使い勝手がいいんで、やっぱ全部覚えておいた方がいいなと。で、Cm も C サス4は1個でいいけど。で、あとは、Cm7 はね、ちょっとね、2個ぐらい覚えておくと、かなり、
レベルが変わるんで、2つぐらい覚えておくといいなと。4和音も2つぐらい覚えておくと、すごく綺麗にコードがつながっていけるんですね。C7 とか Cm7 とか C ディミニッシュとか。で、だいたいそれで倍増。倍増。なので、最低限のコードからだいたい倍ぐらいのコードを覚えると、初級になって、とりあえず行けますっていう状態から、楽器弾けるんだ、みたいな感じのレベルになれるなって感じですね。それでも102個ですよ。これ英単語の数だと思うとめっちゃ少ないですよね。102個って。だって英単語って、ターゲット1900みたいな感じであったりするじゃないですか。1900個覚えると、多分受験勉強した場合覚えてると思うんですよ。でも1900じゃ足りないと思うんですよ。あれ厳選されてるんで、もうちょっと多分本当はあると思うんですよね。なので、それ考えると100個ぐらいで、これね、初級編であれば日常会話っていうか、普通に一緒に演奏したりとかできるんで、100個くらい覚えるだけで。全然問題ないと思います。で、100個くらい覚えるとコードのことちょっと分かってくるので、難しいキーが出会った時に、一生懸命自分で探すこともできるんですよね。なので、100個くらいって一つの目安かなと思います。初めての始めた人は48個、およそ50個を目指して頑張ろうと、最低限。そうすれば、とりあえず楽器弾きますって困ることはなくなるなと。で、そこで普通に演奏できるなってレベルになりたかったら100個目指しましょうって感じにすると結構分かりやすいと思います。で、中級者とかになってくるとね、さらに倍覚えてるかなって感じですね。中級者とかになってくると、ちょっと使わないコード、たまにしか出てこないようなコード、オーケストラのシンバルみたいな、なかったら結構きつい、なかったら張り合いがないなみたいな、パッとしないなみたいな、でもあるといいよねみたいな、たまにしか出てこないけどみたいな、例えば C マイナーメジャーセブンとかね、こういうやつ、ちょっと分かりやすいですね。普通のコードがこういう感じなんですけど、 C マイナーメジャーセブンスでこんな響き、サスペンスとかで結構ある、こういう感じのみたいな感じで使われたりするんですけど、結構そういう感じのコードとか、あとはこの辺、C6 とかね、 C マイナー6、6コード、4和音の中でも6っていうコード、この辺もね、結構ね、使い分けれるようになってきたりすると、中級者寄りに入ってくるかなって感じですね。C6 と C メジャーセブンスと C6、この2つが使い分けできてきたりすると、6コードとセブンスコードが使い分けできると中級者かなって感じがしますね。で、そして、それでもね、200個ぐらいじゃないですかね。200個ぐらい。200個、220個ですよ。で、キーもね、10個ぐらい増えてくる。つまり、あんまり使わない。例えば F シャープとか B とかってあんま出てこないんですよ。全然出てこないんですよ。なので、その優先してやる必要がないので、残りの10個ぐらいのキーだけを一生懸命頑張ってやれば、もうほぼほぼ、何でも弾けるな、あの人って言われるような感じ。まあ、220個ぐらいですよ。そういう人たちで。220個ぐらい。それぐらいでいけるんだ、みたいな。で、上級者になってくると、その辺がもうテンションコードとかも結構覚えてったりしてて、 C マイナー9とかね、 C6 と9とかね、あと C7 とかも9とかで使えてたりとか、あとフラット9とかも使えたりね、そういうような、この辺でやってくると、上級者っぽくて、結構あの人弾けるねみたいな感じになってくると、この辺のテンション使い出すと、ちょっとあの人上級者だよねみたいな感じになってくるレベルが、これでもこれぐらいでもさらに倍になって、400個、444個って感じですね。で、この状態になると多分ね、基本的には12キー全部弾けたりしますね。さっきのメンタルモデルの話じゃないんですけど、フラットナインスとかテンションとか使ってくると、コードの知識がある程度入ってきてたりするので、もう12キーでね、コード探せたりとか、その場でちょっと調べれば、分かったって感じで、関連付けで思い出せたりとか、すぐ見つけられたりするので、もう12期この辺になってくると、上級者の人はほとんどできるという感じですね。で、上級とかになってくると、もうね、僕ね、音大の大学時代、この上級ぐらいの数を覚えてたと思います。ちょうどこれぐらい、一通りのコードは全部弾けてて、テンションがベーシックなものだけきっちり押さえておくっていう状態。テンションでベーシックなものっていうのは、C メジャーセブンスだったら、ナインスとサーティンスとシャープイレムスみたいな。ここだけしっかり押さえておくとか。で、マイナーセブンスだったら、イレブンスとかを押さえておくとか。で、セブンスコールだったら、ナインスは当然だし、フラット、ナインスとか、で、フラットナインスとか、フラットサーティンスとか、そういうあたりを結構押さえておくみたいなことは結構やっておくかな、みたいな感じですね。そういうのが結構、あるかなと。これちょっとあれですね。ここに入ってないですね。こいつもちょっとね、ちょっと待ってくださいね。これちょっと一瞬、ここ編集かけて、
これもね、ちょっと覚えておいてほしいですね。C7 のナインスサーティンスは結構使うんで、これはね、2パターンぐらいで覚えておくといいですね。で、これぐらい、おーっと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 、これ。で、C7 のナインスサーティンスとか、フラットナインス、フラットナインス、フラットサーティンスとかね。この辺の組み合わせ。ナインスとサーティンス、フラットナインスとフラットサーティンスの組み合わせみたいなのが結構抑えて、そこだけ結構ね抑えておいたんですよ。シャープイレブンスはね、まあまあって感じで、この辺だけ抑えておくんですよね。シャープイレブンスってこの辺だけ抑えてましたね、僕音大時代は。一つの参考にみたいな一パターンぐらいですかね。この辺の結構こういうやつだけ結構抑えておりました、僕。シャープイレブンス系はで、それで、大体、で、マイナス7フラット5は11、11スだけ押さえて、これベーシックな押さえ方なんで、マイナス7フラット5だと、11スがベーシックなコードなんで、あとは、シャープ5とか、メジャー7シャープ5とか、マイナー7、C マイナーメジャー7の9スとかのコードを入れたりとか、みたいな感じですね。まあ、ディミニッシュも結構ね、僕ね、これね、2パターンぐらいで弾けてましたね。ってことをちょっと入れておくと、だいたいこんなもんすかね。696って感じですかね。それで、まあ700個ぐらい、まあ倍増しないぐらいしてないですね。1.5 倍ぐらいですかね。それぐらい。僕ね、音大時代で、ジャズ科時代でこれぐらいのコードを使ってたと思います。実際、音大のジャズ科の4年間の間に覚えたのはこれぐらいかな。あと使うようになったらむしろ卒業してからかな。みたいな。で、金子は、僕は多分これぐらい使ってます。今現在。でもこれ多分ジャズピアニストの人みんなこれぐらい使ってると思います。むしろもっと使ってるはずです。これ片手だけですからね。さっき言ったように、メンタルモデルみたいな感じで、いろいろいくつかの特徴を覚えていくと、それぞれが相互に関連し合って知識同士が、動き出すので、それを一つの知識みたいにメンタルモデルの中に入って、相互で関連し合って使えてたりするので、一個一個覚えてることは全然してなくて、結局その場で探せたりとか使えたりするようになっていくって感じなんですよね。それが結果1000以上のことを操ってたりとか両手で押せるようになっていったりするんですよね。みたいな感じで、もしこれからコードを覚えたいっていう人は、まずは最低限の50個、48個を目指して覚えてみるといいんじゃないでしょうか。そしてちょっと中級者を目指したいなっていう人は200個とかね。ちょっと音大生並みって僕が標準じゃないんですけど、僕が音大時代に覚えてたのは大体これぐらい、700個近くぐらい覚えてたと思います、片手で。ただし、コードの知識が結構積み重ねてたんで、実際は一個一個全部覚えてたってわけじゃないですけど、自然ともうすぐ弾けるようになっていくって感じですけどね、ある程度までいくと。で、これ多分ね、中級以上になっていくと、それが加速していくと思います、スピードが。だから最初200個ぐらいまでは、少し覚えるペースがちょこちょこ、こういう感じになっていくかもしれないですけど、でもね、200個ぐらいとか覚え出すと、早い人はね、もうね、初級編のコード100個覚え出すと、結構ね、一気にね、法則が分かって、一気に覚えていくと思います。なので、ぜひぜひぜひこれね、ちょっと1個の参考にしてみて、よっしゃ、50個覚えてみようみたいな感じでやってみてください。覚え方は最強のコード記憶をぜひ見てみてください。曲で覚えるととってもいいと思いますので。というわけで、今日はですね、コードの数は一体何個あるかって、金子バージョンをちょっとお送りしましたと。というわけで、これを元にしてなんか目安になればと思います。というわけで、これでコードでジャズってみてください。バイバイ。